午前8時起床。ショコラ、バニラ、朝ですよ。起きなさい。まだ子猫ちゃんたちね、まったく手間がかかるのですから。水月隆起小術その32、カッカ総用こちょ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 。9時、朝食、朝食。ガラガラガラ。んなこと言ったらなんで
私のが作らなきゃいけねえんだよ。めんどくせえ。私家事とかやるキャラじゃないじゃない。優雅にテーブルで待ってる側っていうか。家事はできねえの間違いだろ。他におめえ何ができんだよ。クーネル遊ぶのニート猫じゃねえか。うわっ、ちょ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 。あら、お湯が跳ねちゃってごめんなさいね。うん、マリナ、思わず肉球が跳ねちまってよ。やんの？ねえ、やるつもりなの？私とやるつもり？おめえこそやんのか、おい。朝からネチネチイチャモンつけやがって。お？朝食かっこ片付け編、片付け編。くったくった、猫飯もたまには悪くねえな。お腹いっぱいだと全てがどうでもよくなるわね。2匹とも、そんな両手両足投げ出して寝転がっては明日ないですよ。しぐれちゃんも3人揃って大の字になって、本当の姉妹みたいだね。なっちゃん？え？ああ、ごめん、洗い物に集中してて。ほら、私不器用だから気をつけないとすぐに。こうなっちゃうから。ショップ、なっちゃんはパワフルな猫だからね。まあ、割れたのはあずちゃんのお茶碗だし、問題ないない、大丈夫だよ。次はソフトに頑張ろう。うん、あずきのでよかった。じゃあ次はソフトに、ソフトに。あ、しぐれちゃんのお茶は。させるか。おお、ナイスキャッチ。すごいすごいよ、ココちゃん。すごい反射神経だよ。まるで一人サーカス、素晴らしいの一言。いや、それほどでもないよ、こんなの。もう一回、もう一回。アンコール、アンコール。じゃあ、もう一回だけ。ガラ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 。ガラ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 。もう一回。まる
でお父さんが子供をあやしてるみたいですね。お父さんと子供っていうことは、もしかして私がお母さんで、なっちゃんと、そりゃもうめしべとめしべじゃ赤ちゃんはできないのに。変わらずバカだな、モンシナのやつは。そうね、バカね、相変わらず。これでこそ私の愛する猫たちね。午前11時緊急お掃除。お掃除の時間。私たちに今日課せられた使命は廊下の拭き掃除。面倒だけど頑張る。なんだこれ、一体何の装置なんだ。私も見たことないわね。危険物じゃないよね。もしそうならこんな堂々と置いてないだろうし。壁に貼り付けてあるってことは、何か備え付けのものなんでしょうけど。前方に猫だかり発見。場所的におそらくトイレ。みんな何してるんだろう。ズレおしっこって聞いたことあるよ。女の子たちがするんだって、きっとそれだよ。ショコラは微妙に間違えた知識を持ってるのが可愛いね。よしよし、いつまでもそのままでいるんだよ。あ、ショコラ、バニラ、おめえら、これ何だか知らねえか。これって、何この置物、知らないよ。ではなかったと思うのよね。まさか水無月家にも盗撮被害が。バッカ野郎、そんなんあったらメイプルのアホの全裸トイレショーが世の中にバレるじゃねえか。いやー、だからそんな小さい頃の話すんなっつってんでしょ。トイレくらいは今はあんなでできるわよ。どっちにしても水無月家の猫の威信に関わるね。大事。にゃっ、シュってなんか出たにゃ。いい匂い。にゃっ、ほんとですね。いい匂いがします。もしかしてこれって、この間テレビで見た自動で出る芳香剤ってやつ？あ、僕も、じゃない、私も見た。時間が来たり人が通ったりすると反応して芳香剤を出すって。ふん、そいつはなかなかの文明品じゃねえか。つまり常にトイレからいい匂いがするってわけか。目が見えねえ。
くしみる。出るんだから分かりきってるだろうに。とりあえずお水で洗わないと。ほらあずちゃん、私の手握って。かたじけねえシナモン、この恩は目を洗うまでは忘れねえからよ。
いけないいけない、僕は立派な猫なんだから、蝶々くらいで惑わされちゃダメだ。色即是空、空即是色、明鏡止水、油断大敵、僕は大人、僕は大人。気にならない、蝶々なんてヒラヒラしてても目の前を飛んでても気にならない、気にならない、気にならない。私のこの手が真っ赤に燃える、蝶々を落とせと驚き叫ぶ。わーくのやつ、あずきウィンカー。いやー、ちっ、逃がしたか。次は外さねえぞ、くらいやがれ。金と遊びだけが友達だ、にゃーんぱーっ。メイン君ごときが何しやがる、言ってんじゃねえか。僕のセリフだこのマンチカン、なんでいきなりあんな助走つけて猫パンチするんだよ。てめえがそこに突っ立ってんのが悪いんだろうが。でけえ図体と一緒に猫の誇りまでなくしちまったのか。そっちこそ豆チカンのくせに無理してリーチのない猫パンチ振り回すからだろ。てか僕がいるんだから避ければいいじゃんか、なんでそのまま突っ込んでくるんだよ。うるせえ、やんのかてめえ、蝶々の前にてめえからぶっ潰すぞ。いいよ、たまにはお灸据えてあげる、ごめんなさいって言うまで関節締め上げるからね。おお、目にも止まらぬあずきちゃんのフットワーク、残像、残像が見えるよ。でもすぐ捕まったね、そこから流れるような足四の字固めだ。うん、なっちゃんは相手が悪いよね。まあ、あずちゃんが明らかに悪いし仕方ないかな。本当にあの2匹は喧嘩ばっかして飽きないわね。元気なのはいいこと、元気があれば何でもできるって聞いたし。にゃー、洗濯物を干すことを出しに兄様のお布団にくるまれるのは極楽、極楽ですにゃー。このまま時が止まってしまえばいいのに。午後1時、昼食。ちょっと油断したらば、うたた寝してしまいましたし、お昼は出前でも取りましょうか。わーい、ショコラ出前大好き。何にしようかな。はい、メニュー。じゃあ、ショコラはカウドンでお願いします。力うどんね。ショコラは漢字読めないんだから、無理しなくてもいいのに。ポロリ。いやぁ、勉強しなきゃしなきゃとは思ってるんやけどね。じゃあ私は鍋焼きうどんぬるめで。私はうな重だな、うな重、うなぎ最高。じゃあ私はヘンザルが食べたいです、冷たいので。私は、あ、じゃあカツ丼でお願いします。あら、ココナッツはそれだけでいいの？遠慮しないでいいんですよ。その、じゃあ天ざるもいいですか？それだけでいいの？ごめんなさい、力うどんも食べたいです。ココナッツはほんとよく食べるわね。何の猫じゃ入らないレベルだね。うわぁ、筋肉が多いから基礎代謝が多いだけなの。別に泣くことないですよ、ココナッツ。よしよし、一緒に全部大盛りでお願いします。さすがはココちゃん、抜け目ない。それでもスタイル抜群だし羨ましいよね。にゃ
は私の方が大きいけど。電話したら休みだったのでビザに変更です。午後2時、お出かけ。ショコラも可愛い。でもご主人様が最近ずっとお出かけに連れて行ってくれないからにゃん。ねえ、妹の私も全然構ってくれないなんて困った兄様ですよ。そんなケーキばっかり作ってどうするのかしらね。旦那様のご機嫌損ねてまでさ。ケーキ屋にでもなるんじゃねえの。だからシコシコ一人で隠れてやってんだろ。シコシコ、シコシコ一人プレイヤーで、そにゃー。カショウさんがそんな困ってるなら、シナモンだって おかずになるくらいならいいのに。シナモン、お外では控えて。そうですよ。それに仮に体を張るならば、それは妹である私のお役目ですから。ほっ、しぐれ様もお外ですので。ここが最近の私のおすすめのお店ね。この時間はケーキセットがおすすめだから人数分でいいわね。わあ、めいちゃんは本当におしゃれなお店いっぱい知ってるね。そうだね、すごく静かで雰囲気のいいお店だね。さすがは私の猫です。物を見る目がありますね。ラテアート、ラテアートサービスがあるよ。バニララテアート、見たことない。ちょっと見てみたい。そう言うと思って注文しておいたわよ。と、そんなこと言ってる間に来たわね。ほな、どうぞ。ショコラだ。ショコラの似顔絵ラテアートだ。すごい。こっちは私。すごい、これは芸術。可愛い末っ子たちだからね。たまにはサービスよ。そのメープル、その僕もその大丈夫よ。ココナツも食いつくだろうと思って頼んであるから。ほら、届いたわよ。はあ、僕だ、僕がいる。メープル優しい。ありがとう、嬉しい。はしゃいじゃって。ココナツもまだまだ子供ね。タカビーのアメリカンカールにもいいとこあんじゃねえか。あら、メイプルは優しいですよ。私もメイちゃんが優しいのを知ってるけどね。何よ、そんな、こんなことくらいで。まあラテアートもいいけど、せっかくのコーヒーなんだから冷めないうちに飲まないとダメよ。ここはコーヒーも美味しいんだから、ちゃんと味わってね。はーい、いただきます。ずずっ、むっちゃー。午後4時、晩ご飯。お口の中が痛いよ。まだ舌がヒリヒリ。
来たから口の中でペロペロするといいよ。はい。レロ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 。最高に危ない集団ね。バカ、忍者ねえって仲間だと思われんだろうな。ダメ、そんな下遣いを3人でしちゃダメ。こっちもダメだわ。シナム、お外ですからね。私がついてるから大丈夫。隠し味に相性が入ってれば美味しいって聞いた。じゃあ完璧だね。そこら、もしかしたらカレーの才能あるかも。はいはい、みんなで作りましょうね。みんなで。そうですね、それがいいと思います。え、大丈夫だよ、そこら頑張るから。朝食に引き続き面倒だけど、たまにのことだし仕方ないわね。まあ晩飯抜きはきちいからな。ごめんよショコラ、ご飯だけは、ご飯だけは譲れないんだ。ん？なんで？なんでみんな？ショコラ、今度漢字一緒に勉強しようね。午後5時、晩ご飯、カッコ、カレー製作編。んだよこれ、このジャガイモ、全然皮が剥けねえじゃねえか、この包茎が。よしよし。
こっちで私と一緒に人参の皮でも行こう。これ玉ねぎすごい染みて、前が見えない。ああしぐれ様、そんなに手を玉ねぎ汁まみれにされて。そんなの言ってくだされば私がやりますから、洗面所に目と手を洗いに行きましょう。さあ手をこちらに。ごめんなさいねココナツ。じゃあお言葉に甘えて手を。いやー、玉ねぎが、玉ねぎ汁が直接目に染みる。うわごめんねココナツ、わざとじゃなくて前が見えなかったのです。大丈夫？人参、人参、人参の皮むき楽しいな。ショコラはマイペースね。そんなショコラ愛してる。まあとっとと私たちで作っちゃおうか。じゃないとまともなものできそうにないし。夜に私めにお任せあれ。午後6時、カショーさん帰宅。してきたにゃ。みんなで作ったカレー楽しみだにゃ。作ったのほとんど私とバニラだけどね。ポジション的に仕方ない。まともなご飯が食べれそうでよかった。にゃっ、この玄関の開く音、ご主人様にゃ、ご主人様のお帰りにゃ。ココちゃん、ちょっとお出迎えに行ってくるから、カレーの見張り番お願いしてもいいかにゃ。いいよ、行ってらっしゃい。そんなに尻尾ピーンと立てて、本当にショコラはカショウ様が大好きで仕方ないんだね。ショコラはご主人様が大好きなのです。それではご主人様のお出迎え行ってきますにゃ。おかえりなさいませ兄様。今日は私が作ったカレーですよ。ぜひぜひご賞味あれ。うにゃ、しぐれちゃんにもう先を越されてる。しぐれはむしろドアが開く前から玄関に走ってってた。しぐれの過小センサーはバネーからな。この間はお部屋で、兄様が私を呼んでいますって言ったら電話が鳴ったりしてたしね。そこまで行くとさすがにキモいわね。一言で言えば兄様への愛です。あ、ご飯炊けたみたい。もうすぐ追い返されてくると思うし、ご飯の準備しよっか。そうね、そうしましょう。そんな釣れない。晩ご飯ご一緒に。あわよくばお背中もお流しいたしますわ。ショコラも一緒にお風呂入ります。ご主人様はショコラの背中を洗ってください。午後7時、晩ご飯お片付け。お片付け。ご主人様がカレー褒めてくれました。よかったね。ショコラが嬉しいと私も嬉しい。人参の皮むきだけで作った気になれちゃうのがショコラよね。ひねくれたどっかのアメリカンカールとは大違いだよな。はあ、やんの？
またやんの？ん？やんのかやんのか？デザートにしちまうぞ。でも歌唱さんも最近とっても忙しそうですね。そうだね。あんまり家でゆっくりしてるところも見ないもんね。もしかして実は彼女ができたんじゃ。そんなバカな。しぐれ様、大丈夫ですか？お怪我は。恋人なんて、我が家の猫たちならまだしも、他の女に兄様が、そんな。おいおい、しぐれ大丈夫か？顔がマリンブルーになってんだけど。シナモンなんてこと言うんだ。そんな滅多なことしぐれ様の前で口にしたらダメじゃないか。ごめんなさい、つい思ったことが口に出ちゃって。そんなバカなことが。周りには私のようなけなげな妹と英才教育を施した最高の猫たちがいるのに。あ、そうか、諸行無常、乗車必須の断り。恋人がいるなら破局だってあり得ること。血のつながった妹は未来永劫でも、恋人にはいずれ別れは来るもの。それが多少早まるくらいあり得る。十分にあり得ることです。手段など選ばなければ。そうです、相手方に偶然私の写メでも送りつけてしまえば。普通に妹の写メで終わりじゃない？メイプル、メイプルは誰の味方ですか？今度買ってあげるって言った最新 iPhone はなしです。いやー、うどー、なんて理不尽なの。じゃあシナモンの自慢の巨乳でも送ればいいじゃない。そっちの方が効果的でしょ。そにゃー、私の恥ずかしい画像がネットの海を永遠に漂流するのはやりすぎです。だったらアズちゃんの方が見た目的に犯罪集がして効果的だと思うのですよ。犯罪集ってなんだてめえ。私はお前より年上だぞ、このおっぱいキャットが。ないない、あずき程度なら私とは大差ないですし。てめえ、普段そんなこと言わねえくせに、実は裏でそんなこと思って嫌がったのか。ならば一層シナモンとココナツのダブル巨乳で乱交のフェイクなら。あー、僕無関係なのにひどい、ひどいです、シグレ様。アビ教官、混乱した人は恐ろしい。あれ、ショコラがいない。あ、まさかショコラまでショックで家出とか。ご主人様、彼女とかいないですって。はーい、よかった。おー、私が右往左往している間に現に恐るしきパンドラの箱をこうも簡単に開けに行くとは。ショコラ、恐ろしい子。さすがはショコラ、無邪気で素直な行動力で右に出るものなどもない。まあともかく一件落着でよかったよかった。しぐれの野郎、本音はあれか。飼い主でも油断ならねえ。いくら M でも限度があるよ。愛のないサディスティックは嫌。まさかあんな飛び火するなんて。忠誠を誓ったのは僕だけど、僕なんだけど。ご機嫌損ねたらすぐに経済制裁なんて。今後こういう時は気をつけないと。猫たちに深いトラウマが。ん？どうしたのこのクッキー？トラとウマがどうしたの？うんうん、ショコラは素敵だね。いつまでもそのままでいよう。
よくわからないけど、ショコラはいつも元気だから大丈夫だよ。そうだね、大丈夫大丈夫。さ、片付けしちゃおう。みんなそのうち元に戻るし。はーい、お手伝いします。午後8時、食休み、かっこテレビ編。バニラテレビ見て、父さんだ、父さんがいるよ。でかい、超でかい、鼻長い。うわー、パオーンだね。それに目がとっても優しい。でも全体的にシワシワで、サバンナすげえ。これは猫科の血が騒ぐぜ。いっけ、チーター、ガゼルなんか一撃で仕留めろ。そこだ。広いし怖い動物いっぱいだし、こんなところで生きていける気がしないな。私は水月家の家猫でよかった。でも僕もこんなところで思いっきり体を動かしてみたいな。気持ちいいんだろうな。じゃあそのうちみんなで行きましょうか。サバンナに野生動物が見れるツアーもあるって聞きますし。携帯も使えないところなんてやいよ。行くならハワイかラスベガスがいいわ。あ、今度は海の動物だ。シャチがバニラの好きなシャチが出てる。おお、シャチマジでかっこいい。出ないかな、シロナガスクジラ。猫背で一回くらい生で見てみたい。お、魚だ。次は魚特集か。クロマグロ大きいですね。すごい美味しそう。イワシの群れもすごい綺麗で美味しそうだよ。こんなにいたら食べ放題なんだろうな。新鮮な魚を生で食べるのっていいわよね。食べれるらしいよ。欲しいのかな。南の方だと普通に売ってるらしいし、食べてみたいね。やっぱり猫には魚は餌に見えるんですね。さあさあ、ぼちぼちお風呂に入りますから、テレビは終わりですよ。8時30分、お風呂。誰だ、風呂こんなに熱くしたやつは。風呂はぬるめって昔から相場が決まってんだろうね。何言ってんのよ、お風呂は熱くなきゃ気持ちよくないじゃない。一日の最後って感じでいいわ。最近ご主人様がお風呂も一緒に入ってくれなくなったよね。なんでだろう。それはね、ご主人がエロいからだよ。なになに、それはショコラたちが大人の女になったからってことかな。なあ、ココナツやシナモンの裸を見てもそう言えるショコラが素敵よね。でもショコラはちょっと前まではイー様と一緒にお風呂に入れてたんだから良いではないですか。私などもう何年も一緒に入ってもらえてないというのに。はぁ、息を殺して真っ暗闇にしてカショウが入ってくるの待ってたりするのにな。まだしても気づかれるって、カショウもほんとすごいセンサーしてるわよね。シグルも難儀ね。はぁ、小さい体いいな。
僕も可愛く生まれたかったなってお風呂入るたびに思うよ。そんなことないってば。なっちゃんはめっちゃかっこいいスタイルしてると思うし、それにね、おっぱいは人類の宝なんだよ。もっと自信持っていいと思うな。まあ、しぐれ様が顔をうずめて気持ちいいと喜んでくれる時だけはそれなりには嬉しいけど、シナモンほど自分の胸に自信は持てないかな。私ほどじゃないにしても、なっちゃんももっと誇るべきだよ。うん、絶対にその方がいいってば。人類全員におっぱいがついてたら戦争なんて起きないって聞いたことあるし。はい、そこのおっぱいキャットさん、お背中流します。とは、もう一杯追加してやっからな。ほれ、ジャボン。にゃーん、せっかく体洗ったのに。シナモン、また潤っちゃう。シナモンは本当に最強ね。シナモン、後でちゃんと湯船で温まらないとダメですよ。湯上がり、 やっぱりお風呂上がりの冷たい牛乳はいいわね。そうですね、おっぱいが大きくなりそうな感じで胸にピンピンくるのがいいですよね。バカ、風呂上がりはコーラだろ、コーラ。喉が焼けるのがたまんねえ。ねえねえ、しぐれちゃん、この蛍光灯から伸びてる紐って何？紐はなかった不思議紐。ああ、それは引っ張ると電気が消えるスイッチなのですよ。急に入り口のスイッチが壊れてしまったので、取り急ぎココナツにさっきつけてもらったのです。へえ、これで電気が消えるんだ。文明ってすごいね。むしろ昔がこういうシステムだったようですけどね。ふらふらしてて、なんか猫的にはとても気になる感じ。そうだね、デシッてしたくなるよね。こんな感じでデシッ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 。色即是空、空即是色、明鏡止水、油断大敵。僕は大人、僕は大人。気にならない、目の前でショコラとバニラが紐を手してしてても気にならない、気にならない、気にならない。ココちゃんも一緒にテシテシする？する、僕もテシテシする。あんなことに夢中になれるなんて。ココナツも体は大きいくせに子供ね。おめえも年食ってる割に十分ビビリだろうな。暗いところが怖いなら、提灯あんこみてに頭から明かりぶら下げたりしたらどうだ？ああ、でもそうしたらトイレのドア開けてるときにその提灯が見えてうぜえな。殺す。あんただけは今晩中に殺すわ。ふん、お嬢カールが笑わせるわ。やめようよ、2匹とももう大人なんだしね。んだ
後でね。ちょっと乳がでけえからって調子乗んな、このおっぱいキャットが。でし、そのアイデンティティしかないくせにご利用しがたまにイラッとするのよね。でし、これマジで揺れるんだな。テシテシ、マグニチュード8はあるぞ。テシテシテシ、こんなのつけててよく生きてられるわね。テシテシ、ものすごい邪魔そうなんだけど。テシテシテシ、私ってばこんなオチばかり。ダメ。テシ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 、もう10時ですか。ショコラにバニラ。はい。ん？他の猫たちも自分の部屋に戻りましたし、そろそろあなた方も自分の部屋に戻って寝なさい。もうちょっとここにいちゃダメ？別にダメということはないですが、どうかしたのですか？どうかしたってわけじゃにゃいんだけど、最近ご主人が構ってくれなくて寂しいんだって。いやー、そんなご無体な言い方。そうなんですか、ショコラ。いやー、だってご主人様ったらこんな時間になってもずっとキッチンでケーキ作ってるし。確かに最近は遊んでくれないどころか釣れないことが多いよね。兄様には兄様のお考えもあるのでしょう。家族である私たちが理解してあげないでどうするのですか？それは分かってるつもりにゃんだけど、どうにもショコラは納得がいかないようで。同じ兄様が好きな身として気持ちはよくわかりますけどね。いいですよ、じゃあ今日はここで一緒に寝ましょうか。しぐれ太っ腹。なら私もここで寝る。ええ、もちろんです。ベッドの広さは十分にありますから。わーい、やった、しぐれちゃん大好き。ゆー、私もしぐれ好き。ぎゅー、こらこら、2匹でそんなにしたら苦しいでしょ。じゃあ電気消しますから、おとなしくベッドに入りなさいな。はーい。ねえ、眠くなるまでご主人様の小さい時のお話聞かせてほしいな。はじめからそれが目的だったのでしょう。ショコラは兄様の昔話大好きですものね。私もちょっと興味ある、ご主人の鼻垂れ時代。私と兄様は年の差があるので、兄様の幼少期のことはよく知らないのですけどね。でも年が離れてるからこそ可愛がってくれてるとも思うので、ジレンマでもあるのですが。ジレンマ？それもまたお菓子ってこと多分。まあ、だいたいそんな解釈で合ってますけど。では、何から話したものでしょうかね。たくさんあって迷うのですが。あ、やっぱりしぐれ様の部屋にいた。ショコラとバニラの話し声がしないから変だと思ったんだ。ね、やっぱりしぐれちゃんのお部屋にいたでしょ。絶対にここだと思ったんだよね。あ、ココちゃん、シナモちゃんも。なんでメイプルまで来てんだよ。一人で寝んのが怖くなったんか。そんなわ
けないでしょ。みんなが来てるっぽかったから、なんとなくよ、なんとなく。あずきこそなんでここに来てんのよ。私はなんか楽しそうな匂いがしたからだよ。ま、おめえと同じだな。あずき、メープルも。あらあら、みんなまた戻ってきてしまいましたね。ショコラとバニラだけしぐれ様と一緒に寝るのはずるいよ。そうだよ、抜けだけずるい。私もしぐれちゃんと一緒に寝たいのに。私は抜けがけとかはどうでもいいけど、仲間外れにされるのは嫌だしね。楽しそうなことしてんなら私も混ぜろよな。じゃあたまにはみんなで一緒に寝ましょうか。はい、みんなで一緒いいと思います。みんなで一緒はいいね。楽しそうでワクワク。じゃあ失礼して。私も失礼して。あ、ショコラちゃん、もうちょっとそっち詰めてくれる？うん、わかった。え、ちょっとみんなで一つのベッドはさすがに。あずき、もうちょっとそっち詰めてよ。ベッドに入れないじゃない。こと言ったって、こっちも限界だって。バニラもっとそっち行けよ。もうかなり細長くなってる。これ以上は無理。ちょっと待って。これはかなり苦しいのですが。みんなで横になってギュッてし合ったらどうかな。ナイスアイデア、ショコラ。かなりの小スペース。キュー、ちょっと左右からの圧迫感か。じゃあサイズ的にココナツが小豆抱きなさいよ。それなら収まりいいでしょ。小豆の寝相壊滅的だから嫌だよ。メープルこそ抱いてあげなよ。勝手なこと言ってんじゃねえ。こっちだって無駄な乳で窒息するのはごめんだわ。じゃあ私もダメだね。一つのベッドに7人とか、狭い。寝れるわけないでしょうが。